こんばんは。こんばんは。こんばんは。浜口です。なんだかご無沙汰してます。はい。受け入れてくれた。ですか。いかがお過ごしですか。なんか、なんですかね。1分1秒進化してる感じです。ポジティブあれ時差ある時差ある。久美さんはどうですか。そういう漠然とした言い方ができないなそうか、具体的なことはいっぱいあるってことか。つまりそうですね。そっか、それはそれですごいことですよね。いやいや、久美さん、久美さん、はい、まずは、久美さん、映画の話を聞かせてください。2本目 の、 あのファンタスティックビースト1の、まあ、クランクアップといいますか。おめでとうございます。おめでとうございます。何よりそれですよね。そうですね、近況云々より。本当に、あ、そう、まあ、それが近況そんなことないでしょ。久美さんいっぱいあるやろ、稽古とかね。いろいろ本番もね、ぼちぼち出てきてるやろからね。いや、編集がね本当に大変だったと思います。よくぞ分かってくださいましたね。うん。え、2ってまだ話してないよね。ちょっとそれについてもね、今日相談できたらなって思ってて。すごい仕事っぽいね、なんかこの導入。はいはいそうなんですよね。でもね、1どうでした、聞いてみて。まず、面白かったやばい、優しさ 100% の人間になりつつある、もしかして。なんか自分に甘いのかな。そんなことないと思う。久美さんはね、そんなことないと思う。そうなんだね。今回のファンタスティックビーストに関しては、やっぱ1時間以上喋って、はい、で、私は最初その喋ったばっかりの後って心配してて、うん、これ大丈夫ですかねみたいな。今回は私も喋ったし、うん、っていうのもあって、大丈夫ですかねって言った時に久美さんが、うん、大丈夫でしょみたいな、なんかね、別のもっと力強い言葉だったんだよな。いや面白いと思うよみたいな、そのくらいの力強いこと言ってて、まさかって思ってたんだけど、聞き直したら面白くって、うんうんうん、すごいな久美さんってまず思って。よく自分でも喋ってて、その自分で喋ってたりすることってわからないじゃないですか、客観的には、その時は。うん、だけどよくわかったなってまず思って、うん、それがすでに面白かったから、逆に手をつけづらかったというか、元が良かったんですよ。そう、あれもちろんね、削ろうと思えばまだ削れるのかもしれないけど、やっぱもうね、あれ以上はなんとなく、まあ、あれ以上は削りたくないなと思って。そりゃね、削ろうと思えばね。そう、そうなので、そのファンタスティックビースト1については、まあ、うん、もうやりきったっていう感じありませんか。はい、すごくありますすごくありますよね。はい、達成感達成感あるやった。それでまずその2をちょっと検討したい。今日はそのファンタスティックビースト2、何やっけ、なんてタイトルか一応調べよう。黒い、黒い魔法使い、黒い魔法使いだよね。そうです、そのワード出てきますね。はい、ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生です。で、それについて、そのよし話すぞみたいな時もあったりなかったり、まあ、2についてちょいちょい、そのこうやって電話をしてるタイミングで久美さんが小出しにしてきてたんですよ。あららら、いやもう一回話せるからって言ってくれながら、小出しにしてる2の話があるんですけど、はい、それをね今日聞いてたんですけど、久
久美さんも今聞きませんか？聞きます。ではワンの最後の久美さんの感想は、あ、置いてけぼりだっていうのと、あ、これ2だ、2だったんだっていうのが感想なところから、2を見て最初の感想は2だ。わかりました。それはこれ2だってとこから始まったのね、久美さんは。そう、ファンタスティックビーストの2を、うん、いい話ね。2はどういう始まりだっけ。2はすでに捕らえられた悪役であるグリンデンバルドがまず捕らえられてるシーンからです。そう、それでね、脱出、大脱走みたいになるじゃない。はい、それでもうすぐ分かった。2だって。うん、めっちゃ今だって得意げな顔してます。そのまんまじゃんと思って。そうよ、2だから、ね、捕らえられたその人を別の刑務所に移送するってなって。そうです、移送、うん、さっきのまんまだわと思って。まあ半年で何ヶ月か経ってたね。そうです、同じ年、1927年、うんうん、ニューヨークのアメリカ魔法省から、うん、そのグリンデンバルドをイギリス、うんうん、あれどこに渡す、イギリス、ロンドンに移す時だったんだっけな、うん、あれイギリスじゃない、アメリカの中のどっかじゃないの。あれそもそもがイギリス魔法省やったっけ。うんうん、忘れた。あれアメリカだったと思うよ。あの捕まってるところもアメリカだったのかな。うん、そっか、うん、でそれからどっかに移動させようとしてるところで、やっぱグリンデンバルドは賢くて、すで、うんうん、になんかね、すでに魔法省の中のなんか誰かを味方につけて、変身の術だったんだって。あれ調べた、変身の術、変身の術を使ってたんだって。うん、でなんか変わってた。一回さ、ティナの妹とさ、はい、一の中でお話ししてたさ、うん、魔法省で、あ、たまたま久しぶりだねとかってさ、うん、男の人と話してたじゃん。うん、あばなしね。その男の人が担当してたもんね。うん、そう、あばなしね。その時、うん、そいつに化けてたじゃん。グリンデンバルドがアバナシにね、うん、うん、そうです。それで見送ってすぐあのグルグルってなって、うん、馬車の下にシャってくっついて、うんうん、グリンデンバルドね。それでそっからすごい恐ろしいさ、うん、大脱走が始まって、うん、すごい躍動感のあるシーンでしたよね。あれすごくなかったですか。すごかった、すごかったよね。うん、スターウォーズみたいだった。またもう始まってすぐにもうものすごい1秒もないぐらいでカットが変わってくの。パッ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 、うん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 、大脱走。このね、ついてこい感。ああ、この映像に1と全然違うやんみたいな感じ。ああ、まあ確かに。え、始まり方がってこと。始まり方、うんうんうん、そうですね。だからそうか、1だから、1はすごいね、最初だから丁寧にね始まったんだけど。そうです、主人公がね、うん、ね、まず着きましたなんつって船から降りますみたいなところだったのに、入国もう分かってるでしょみたいな感じでさ、1秒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 とこのシーンほぼほぼあのすごい早い編集で、すごかったですよね。いや、すごいよ、あんなに、うん、あんなの作るの、うん、でもそれでね、久美さん2見てね。はい、まあ、どうでしたっていうとこから私はすごい興味。2は主にグリンデンバルド、うん、そう、グリンデンバルドのあの人の、うん、あの人の話になってて、うん、ニュートが、うん、あれでももうあのイギリスにいいんだよね。そしたらあいつら結婚してて、
誰？パン屋と妹が結婚してて、結婚っていうか付き合ってんのか。付き合ってます。うん、ジェイコブとクイニーがね。はい。ってなって、あれ忘れちゃってんな、もうどうしよう。あれで逃げて、ちょっと待って一回復習させて。飛んで逃げて、あ、でお兄さんが出てくるんだよね、あのスキャマンダーの。そうです、ニュートスキャマンダーのお兄さんの、うん、お兄さんが出てくる。うん、でさ、なんか匂わせてた彼女みたいな人が出てきて、はい、ニュートの彼女やろ。ニュートの彼女、うん、ワンで匂わせてたね。はい、匂わせてた。はい、匂わせてて、はい、その彼女が出てきて、はい、ニュートが、うん、あんたニューヨークでとんでもないことしちゃったんだから外国には出れませんよとかして、なんとかでも出たいみたいにして、うんうん、もう一回ニューヨーク行くんだっけ。行かないです。そっか、そうなので、パリに行くんだよね。そうです、そうだそうだ、フランスに行くのよね。フランスにグリンデンバルドたちはね潜伏してて。そうです。うん、でなんかサーカスみたいなところからさ、はい、ティナが別の男の人と付き合ってるってことが分かって、うん、スキャマンダーがさテンパってさ、うん、ティナを探すじゃん。うん、でもテンパって探してるわけじゃないですよ。え、なんで探してたんだっけあれ。やべ、他に彼氏できてる、やばいっていう感じの探し方はしてないですよ。全然そんな動機で、いや、ただ会いたくてです。うん、むしろなんかそれ知ってたっけニュート。まあいいか、言ってたよ。言ってたか。うん、なんかその彼女がそのフランスパリにいるから行こうって、会いに行こうって感じでした。そうだそうです、そうです、純粋に。うん、そうだね。そう、それで会いに行って、うん、たら、うん、なんか二人も突然喧嘩しちゃって、パン屋さんと一緒にね。ああ、うん、パン屋さんとティナの妹のクイニーね、うん、と一緒に、うん、パリに行くんだよね。そうです、うん、妹がでグリンデンバルドに、あ、そう思い出した。だからこの2はマインドコントロールの話だったなと思って。ああ、それも全然描かれてましたね。ね、うんうんうん、その悪役のジョニー・デップ演じるグリンデンバルドは、うん、そうなんか悪役としてなんていうか高度な、なんていうかね、ハリー・ポッターシリーズでは、うん、もうすでにグリンデンバルド捕まってるのかな、忘れたけど、うん、また別の悪役が登場してるんだって、うんうん、なんかちょっと画面で見たこと、なんか顔がのっぺりした人、うん、でその人はなんかね容赦なくちょっとでも違うこと言った人はバーンってやっちゃうんだって。だからそれとはなんか対照的じゃないけど、それとはまた違ってグリンデンバルドはなんか話術っていうか、なんかその人を説得してこっちにつけるみたいな、なんか山立ちが悪いですよねみたいな感じでメイキングで喋ってた、ね、うん、手法としてはマインドコントロールだね。そうですそうです、うん、おっしゃる通り。だからね、なんかまさかっていう人がね、まさかっていう人があっち側に ついたりね。そうね、私2の方が、1より実は2の方が面白く見れた感はあって。うんうんうん、久美さんはどうでした？うん、そうだね、私も2の方が面白かったね。私もそれは同感です、うん、そういう人間関係とか変わってっちゃうとかさ、そう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 、うん、取り込まれてっちゃうとかさ、そう、なんか人の愚かさが描かれてるっていうか、うん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 、うん、なんか結構絡まった感じになってて、うん、一回じゃあ分からないところとかも多くって、ストーリー的にも、うん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 、確かに1は久美さんが言った通り、なんか魔法動物逃げた捕まえるっていうのと、もじゃもじゃ大暴走みたいなことで
いいんだけど、確かにヤギ2と比べたらそういう表現になるのかもしれないですね。うん、ヤギ私も2の方がなんか面白いなって思いました。うんうん、ね、うん、複雑だった。複雑でしたよね。うん、久美さんは1回で分かった？え、分かってないと思うよ。でも面白めた、楽しめたんですね。楽しめた。そっかそっか、うん、よかった。でもグリンデンバルドはあのもじゃもじゃくんと組んでるよね。まだくんってつけるのやめて。もうただでさえもじゃもじゃってだけでそなんか重みがないのにもじゃもじゃくんってなったらもうそれはもうタンタンタタンタランタンタンタランになるから本当に。いや、あの敬意、敬意です。そうそう、私それでもう一回見たよちゃんと。え、じゃあなおさらやろうや。見たんだ。そうやんないとまた忘れちゃう。2を見たの？2見た。あ、でもヤキ、あ、そうなんだ、やんなきゃね。じゃあそれを、うん、見たよちゃんと。最初からのあの人が移送されていくところで逃げ出してパリに行って、みんなあのパリに集合しちゃって、しちゃってね、あのちょっとアフリカ系の人がやっぱちょっとドキュメンタリー、ドキュメンタリー見すぎてるから、なんかそのそういう雰囲気がいちいち漂ってくるな。でも話がね、分かったようやく。あ、本当ですか。で、あのハリーポッターとつながるじゃん途中で。つながる、ね、で、あの先生が重要人物なんだよね。そう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 、誰やったっけ、ジュードロー、ジュードロー演じるダンブルドアね。ダンブルドア、あ、ファンタスティックビースト1をこの間わーって話したやつを怖くて聞けてないから、それを聞いてみてなんか方向を考えなきゃなって思ってました。そうだね、うん、でも、 もう一回ファンタスティックビースト2借りないと私忘れちゃった。見すぎてないそれ。なんか大丈夫、なんか禁断少女みたいな、なんか大丈夫かな。だって話が、え、あれでしょ、こう来てあれして、そうなんだよ、思い出せなくなってきてる。え、やば、ちょっととにかくオペラ仕上げよう。じゃあニュート、ニュートがあのヘビ女とね、あの人たちとね、はい、複雑なんだよな、チームが複雑に絡んでんだよね。ああ、ね、それは確かに。魔法省とあの リタたちと、はい、あのピンで黒人の人と、ピンってあとはあのヘビ女とあの子っていうね、コンビ、コンビグリンデンバルトたちのね、コンビっていう、1、2、魔法省、あの2人、うん、登場人物の絡み合いが結構複雑。今の久美さんの説明だけでもめっちゃ複雑なのですごい分かりますもんね。複雑だよね、うん、ピンとか、うん、あの黒人の人、あ、黒人の人はリタと兄弟なんだ。そうです、そうだよね、はい。え、なんかどっちやっけ、あの人の恨みが何なのか分かんなくなってきた。誰の恨み？あの黒人の人はなんかさ、ほら、あの男の子を殺そうとするじゃん。はい。なんでだっけ？なんか言い伝え通りにしなきゃいけない。あ、お父さんからの遺言だ。あ、そうですそうですそうです。お父さんが、うん、あのダメな人で、お母さんが魔法でダメって取られちゃって、うん、でなんかどっかのなんか殿の子を妊娠して生まれたのがあの女の子で、お母さんが死んじゃったから、うん、お父さんにあいつを絶対殺せっていう風に言われてて、そいつの息子なんだよね、あの男の子が。そうそうそう、それそうだ、思い出した。あ、最愛の人を、そうそう、最愛の人を、ね、うんうん、一番そいつが落ち込むことをしろって言って、ね、最愛の人を殺すことだから、それはあの息子が一人しかいないからあいつだってなって、そうです、それをやり遂げようとするんだけど、はい、人違いじゃねってなるんだよね。
あれも相当な展開だったけどさ、でこの人誰なのみたいな。ああ確かにそうでした、ね、あの黒人の人の立場はっていうさ。確かに確かに立場はなかったね。俺じゃ誰殺せばいいの。あ確かにマジ不憫だったわ。あの黒人の人登場する意味ないじゃんもうさっていう。よく気づきましたねその不憫さに。私全然気づかんかったわ、もう物語に夢中で。いや私ちょっと不憫すぎて意味が分かんなかったな、そこのシーンが。こんな感じです、久美さん。ちょっと最後が何言ってるか分かんないんだけど。私どういうこと最後の何ピンの黒人、あの人の立場はっていうのは何を言ってんの。なんかねその敵討ちみたいな感じにすごい追いかけてる人が人違いだったみたいな。分からんで、それだけ私もだいぶ。そうだそうだそうだ、黒人の子がそうあのねその奪ってった人の息子だから、う、うん、もじゃもじゃになるあのねちょっと病んでる子を殺しに来たんだけど、うんうん、そう違うのって。そうそうそう、 そう、それが面白い。とにかくその久美さんにお話を聞かせていただいた1の感想はクランクアップして、2もちらほら喋ってくださってたからそれもちょっと聞いてみたんですけど、うんうん、こう私ファンタスティックビーストを結構7月ずっとこう抱えててファンタスティックビーストの感想のラジオをずっと抱えて過ごしてたんですよね。どうしたらいいんだろう、どう日の目を浴びさせてやったらいいんだろうみたいな感じで抱えてたんですけど、そんな中ちょっと友達の家に一回遊びに行くことがあってですね、はい、あのまあ、職業訓練校で出会った女の子で、はい、でその子がその子の恋人もいて、はい、でそのなんかねどういう話か忘れたけど、なんか家にプロジェクターがあったりして、でそっからなんか映画の話になって、はい、でなんかとにかくファンタスティックビーストの話を私がしたんですよきっと、うん、でそしたらなんかその恋人がいささか興奮気味に、はい、あ僕もそのファンタスティックビーストじゃないけどハリーポッターを全然見たことがない人間だったんですと、うん、ハリーポッターを全然見たことがないかったんですけど、その彼女からある日車でなんか二人で行ってどっか行ってる時にハリーポッターの映画の話を彼女が全部してくれたと。全部 8作出てるのに、うん、それがすごく面白くてって言って、うん、それがすごく面白くてハリーポッターを見る気になって全部見たんですって言ってて、その彼女の話聞きたい。撮ってきましたよ。ちょっとハリーポッターのさ説明の序盤だけしてみて。ちょっと難しいねまず主人公のハリーは普通の人間として11歳まで、親戚の家で育ったかって、はい、でけどなんか時々その普通に過ごしている中でも自分が怒ったりとかなんか感情が高ぶった時に不思議なことが自分の身の回りで起こるよとかね。あ、アングリーの起こる。そう、アングリーな時、はい、例えばなんか動物園の蛇のガラスが急に消えたりとか、うん、蛇が出てきてでガラスが元に戻ったりとか、うんうんうん、そんなこんながあったりとかしよって、うん、それが急にこう、うん、自分に、うん、手紙が届くがね、はい、でその手紙を読みたいがやけど、あ、差し出し人は？差し出し人はまだね、ハリーはその手紙を手に入れることができんが、なぜならハリーはその育ての親のおじさんおばさんにすごいひどい仕打ちを受けながら11年間生きてきたがって、はい、でいとこのダドリーとかもめっちゃハリーのこといじめるわね、うん、だからなんかお前に手紙が届くわけないとか言って、うん、
手紙を奪うわけ、見せてもくれんみたいな、うん、けどハリーが読んでないことを知っちゅうかのように、その手紙はどん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 毎日毎日届くか、うん、でその毎日届く手紙を毎日毎日おじさんは破り捨てるよったんやけど、うん、でそのうちもう山のような手紙が届いて、おじさんはわーってなって、やっとハリーはそれを読むことができたんだけど、うん、それがホグワーツ魔法学校に入学することが決まりましたって、うん、来てくださいねみたいな。願書を出してたんですか？うん、出してないので、それが、うん、そんなこんななんかすごい神聖な感じで聞いてくださってうん、もちろんね、そもそもハリーという子はとても特別な男の子なので、ね、魔法界の中でも、うん、それがなぜかというと、魔法界ではそのいい魔法使いもおれば悪い魔法使いもおって、うん、魔法界のみんながもう本当に消したいと思うぐらい暗い過去が実は魔法界にはあるわって。それがみんな魔法学校に行くみんなに、魔法学校というか魔法の世界の人たちみんながもう思い出したくもない暗い過去があるが、それが何かというと、この闇の魔術というものに身を落とした悪い魔法使いがその世界中を支配しちゃった暗黒の時代っていうのがあるがってね、うん、でそれは名前を言ってはいけないあの人って言って、みんな名前を口にすることすら怯えるぐらい恐れられちゃう存在なんやけど、うん、その魔法使いは闇の魔術をすごい駆使して、その、うん、人間とかをめっちゃ殺す人なんかよ。そのマグルっていう魔法族じゃない普通の人間、いわゆる、あ、何の略やったっけ、ね、マグルそうや、ごめんごめん、ファンタスティックビーストではノーマジとか言う気ね。あ、そうやね、なんかやったね、ノーマジックの略が、うん、なんかあったな、そう、ごめんごめん、それとごちゃになって失礼しました。でもあれ同じ世界のはずなんだけどね。そう、あ、そうなんかよ。そうそう、ハリーの世界のだいぶ何年か前のお話で、うん、あの主人公が書いた魔法の本をハリーらは使ってあの学校で勉強したし、で、その闇の魔法使い、名前を言ってはいけないあの人は今はおらんわけなんだけど、うん、その人らは、あ、その人は、うん、なんか、まあ、デスイーターっていうその人を支持する魔法使いをいっぱい従えて、うん、デスイーター、そう、うん、いっぱい従えて闇の魔術をいっぱい使って、うん、もうみんなを恐怖のどん底に陥れよったけど、その闇の魔術の中にアバダケダブラっていうのがあって、アバダケダブラかかったら一発で死んでしまう人が、うん、あるがよ。で3つあるがやけど、貼り付けの呪文っていうのと、その死の呪いと、もう一個服従の呪文っていう、うん、すごいね、これ何のカンペもなしで出てくるのがすごい、っていうのがあって、その中でもこのアバダケダブラっていうのは本当に当たったら 100% 人が死ぬ魔法なが、うん、絶対使ってはいけない魔法、そんなのもう口にすることすら許されない、うん、そうだね、私も今さっき言ったことがちょっと今悔やみすでに悔やみ始めよ、恐ろしいよ、うん、めっちゃ言うてる、うん、アバダケダブラかっこわらみたいな感じで言ったらもう恐ろしい、ほんま、本当にやめって、私多分もう今怒れるぐらい、そう、うん、それを受けたらもう本当全員死ぬがって、虫でも動物でももちろん人間でも、うん、一瞬で命を奪う魔法、うん、なんかね、でも闇の魔法使いたちはそれを あっさりと使うわけよ、もう恐ろしすぎるやんか、うん、ただ世の中でたった一人だけその魔法を受けても死なんかった人がおるが、ほう、それどころかそれを、名前を言ってはいけないあの人がそのアバタケダブラをかけたら、それがその人の方に跳ね返ってきて、その人が滅びたっていう、うん、そんなすごいやつが一人おるわけなのよ、うん、それがハリーポッターなのね。そうなが、すでに、そうなが、でもハリーポッターはその事件があった日0歳ながって、だから本人は全く知らんがね、でなぜそれが起こったかも全くわからんが、だから、生き残った男の子としてハリーポッターは魔法界でめちゃくちゃ有名なのよ。なるほど。けどハリーは人間の世界で11歳まで生き中き、うん、そんな事実は全く知らん、だからでも入学できますよって来たんだ、そうそうな、手紙が。で、伝説の男の子が魔法学校に、魔法界にこう戻ってくるぞっていうことで、みんながあいつがハリーポッターみたいな感じになっちゃうけど、ハリーは何何みたいな、でなぜそんなことが起こったのかっていうことを少しずつ紐解かれていくみたいな、そんな話。すごい、すごい、これは
話だけで引きつけられるわ。ずっと聞いていられます。怖い。いやよかった。ほんでってなっちゃいますよね。すごい。あ、ハリーポッター見る？無理だよ。面白い。いや、すごいですよね。うん。映像が浮かんだもん。わあ。やゆき、すごいなと思って、私この彼女の感想を聞いて、その後またファンタスティックビーストの私たちの感想を編集してたわけですけど。うん。で、今もう一回そのね、聞いてみて、私たちとそのもしあらすじ部門、映画のあらすじ説明部門があったとしたら、うん、もう完敗だなと思って。そうですね。そう、惨敗、完敗だなと思って。あ、すごいね、うん、無駄がない。無駄がない、うん、あんなにどうやって洗練されて、ね、なんで久米さん本当ハリーポッターも見ようと思ったんですか？感想を言ってみたいと思ったから。今の話聞いて、うん、ハリーポッターの方が面白そうかなってちょっと待ってや。こんばんは。今回もお聞きくださいましてありがとうございます。あえて冒頭の挨拶を終わりに持ってきてみました。斬新ですよね。浜口ひろ子です。今夜の12時半です。いや、不思議とね、なんかその今取っかかってる、あ、取り組んでるものについてのヒントとか、なんかそれに関わるものとかが不思議とこう身の回りに出てくるもんなんですよね。だからそのファンタスティックビーストの編集してる時に、あんなにスラスラとファンタスティックビーストに関係のあるハリーポッターのあらすじを言える、お友達ロミコちゃんの家に遊びに行ってですね、あんな風に出演という形が叶えることができました。この場を借りて、ロミコちゃんとその恋人の人ね、本当あのロミコちゃんがね、あの喋ってる時の隣の恋人の誇らしげな顔ね、もうとても素敵なカップルでした。私が職業訓練校で出会った、ミュージシャンでもありますロミコちゃん、ありがとうございました。いや本当、このファンタスティックビースト編集してる間もずっとね、そういうあらすじ言える女の子とか木の枝とかいろんなものがこう現れたわけです。それを魔法と呼ぶのかラジオと呼ぶのかはリスナーの皆さんにお任せしたいと思います。それではまた次回、おやすみなさい。浜口ひろ子でした。何やったっけ。ルル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 ルいつから戦いが始まってたかも何もないですけどね。